MLB、ドジャース12メッツ、日本時間18日、ニューヨーク。ドジャースの大谷翔平投手は17日、日本時間18日、敵地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ、7回戦制、第4戦に、1番、指名打者、で先発出場し、初回にポストシーズン3号先頭打者団を放った。 三打数一安打一打点で打率235。三四球を選び、四得点をマークした。チームは10から2で対象し、対戦成績を3勝1敗に。2020年以来4年ぶりのワールドシリーズ進出へ大手をかけた。映像、ベッツが、怒りの表情。HR 直後、大谷の右腕が心配になる強烈ハイタッチ。 目が覚めるような一撃だった。初回、左腕金棚の甘く入ったシンカーを捉え、宇宙間へ3号先頭打者団を放った。ポストシーズンでの先頭打者本塁打は日本人初めて。ポストシーズンでの2試合連続団は2009年松井秀樹、ヤンキースがワールドシリーズ第2、3戦で放って以来、日本人2人目だ。 赤不思議な記録にも終止符を打った。ポストシーズンでは走者なしの場面では22打数無安打。同場面で初めての安打は、先発の山本義信を援護する先頭打者アーチとなった。打球速度は117.8マイル、約189.6キロ、飛距離は422フィート、約128.6メートル、打球角度は22度だった。 3回1死、4回1死1塁6回1死と3打席連続支球と勝負を避けられた。それでも2番、ベッツが左前だ。走者一走の左翼戦に点二塁だ。左越え3号ツーランと打ちまくり、1番打者として1試合4得点をマークした。7回2死1 2塁類は2ゴ頃、8回2死満塁は見逃し三振に倒れた。 先発の山本は4回3分の1を投げて4安打2失点。4者連続を含む8三振を奪った。ポストシーズン2勝目こそならなかったが、きっちり試合を作った。6番、マンシーは7回の中前打で12打席連続出塁をマーク。8回は空振り三振に倒れたが、レジー・ジャクソン、ヤンキースが、が1977。 78年に記録したポストシーズン記録に並んだ。18日、同19日の第5戦はメッツの本拠地シティフィールドで行われる。鳩がなくなったメッツは千賀孝大が登板する予定だ。